はい、カービーが言ってますカービー報道官ねあのウクライナへのねプーチンの攻撃発表攻撃ミサイルの映像を見てそしてその被害の残酷な映像を見てですね直視できないということをカービーが言っています。これをあの 皆さん冷静に受け止めてねあの今行われていることが一体何なのかというのがこうあれですね NATO、ね、軍は一体何をやっているのかというのもありますしこれはあの報道官の 言葉だけで終わるんですかこれどうするんですか報道官で聞きたいですよね <laughs> まあ報道官は報道官なんでね司令官ではないので